さあ、J リーグ第5節、はいね、ジュビロ磐田戦ですけども、はい、いや初のナイターです。そうですね、これからもっと暗くなってくるんでしょうね。当たり前ですよ。そうですよね、夜ですから。そうなんですよ ね、まあ、試合開始1時間、まあ、15分ぐらい前ですけども、はいね、はい、昼間はね今日暖かかったですけども、うんうん、でもね夜になってもうそんなには寒くならない。いやいや、そんなことない。見てれば寒い。そうですね、やってる選手はいいですけども、見てる人たちはねちょっと寒いと思いますけどね。じっとしてるとね。そうですね、はい、はい、じゃあ両チームのスターティングメンバー、見てみましょう。はい、まずレッツの方はね、4-4-2 のシステムでいくと思います。はい、小野選手、長谷部選手、そして、まあ、ポンテ選手、ね、鈴木選手とひし形のダイヤモンド型 で、ね、はい、中盤を組んでますけども、はい、まあ、永井選手、ワシントン選手、彼らがやはり点を取るということが、うん、レッツにとっては、はい、ね、一番いいことですし、フォワードにそういうチャンスがいってるの証拠ですからね、今のところ。はい、そうですね、期待して、はい、あとは失点ゼロでいきたいですね。そうですね、それはそうなんですよ、絶対に。ね、ポーク戦以外ないですからね、失点ゼロというのが。そして、まあ、岩田の方ですけども、はい、まあ、4バックで来ると思うんですが、まあ、外国人選手もいます、はい、あとは、ね、フォワード、カレン・ロバート選手と太田選手、はい、この2人は、ね、非常にスピードがあります。そうですね、ですからジュビロがしっかり守ってカウンターっていうサッカーをしてくると、レッツはちょっと、ね、手こずるかもしれませんから。でもそこはしっかりと守りきって、そう、ね、先手を取ってね、はい、ぜひ、ホームでしっかり勝って首位に追いつきたいね。そうです ね、はい、期待しましょうか。早いところ追いついてもらいたい。はい、行きましょう。はい、それでは J リーグ第5節レッツ対ジュビロ磐田戦の模様をご覧ください。失点したところは自分が裏取られたので、まあ、それはちょっとみんなにちょっと迷惑かけたなと思います。Eu acho que foi um momento importantíssimo, né? Porque realmente, né, como eu falei, não estava jogando bem e perdendo o jogo. Então aquilo lá, aquele gol deu uma moral para nós, para que no segundo tempo eu conseguimos virar o jogo. Né? Então foi um cruzamento bom do Xing e fez uma bonita cabeçada. Um 普通だったらこうディフェンスのこう彼のね左側を狙うんですけど、まあこっちが手前を狙って、まあいいところ足してくれたんでよかったですね。なかなかシュートチャンス少ないんで、まあ、そういうところを確実に決めれるように、これからも頑張りたいなと思います。Oh,
まくいかない部分というのがやっぱりあるんですけど、それでもやっぱり試合は続くので、しっかりですね、自分たちのサッカーやりたいことっていうのを見失わないようにやっていきたいと思います。Das hat eigentlich mit der Jubilo direkt nichts zu tun, denn gerade am Flügel findet man immer den Angriffsraum, um auch eine Mannschaft in Schwierigkeiten zu bringen. Wir wollten eben aus einer kompakten Ordnung im Mittelfeld mit sehr schnellem Spiel in die Spitze heute das Spiel machen. まあもう少しコミュニケーションを取りながら、それからみんながね同じ絵を見るということがまあ大事だと思いますし、それがねまだうまくいってないのかなと思います。まあ何度かピンチもありましたけども、いや多くチャンスを作れたんで良かったです。ここ最近ちょっと失点が多いんでね、なるべく失点しないように、みんなで頑張っていきたいなと思います。ご覧のように J リーグ第5節ジュビロ磐田戦は2対1でレッズの勝利でした。はい、まあなんとか逃げ切りましたね。そうです。